こんにちは、ここは中華人民共和国上海です。初めて来ました。中国東側ですよね。こう怖いんじゃないかなとか、こう動画なんか撮ったらね、とっ捕まえて、あのもう二度とあの刑務所牢屋にぶち込まれて出てこられなくなるんじゃないかな、そんな印象しかないんですけど、多分そんなことはね全然ないと思うんです、実際のところはね。上海に初めて来た時の感想などお伝えしようと思いますが、やっぱり漢字がいっぱい書いてあるんでね、とてもあの安心感がありますね。あの共産圏だとか何とか言っても、やっぱ漢字字が分かる方がこっちとしては助かります。私大学で中国語やりましたんで、まあ、せっかく教わったならね使いたいと、出入国の審査のカードに、今日日本に帰る、あの滞在先とか書くじゃないですか、海外行く。でも、まあ、日本にすぐ今日中に帰ってしまうので、今日日本に帰りますでの I return to Japan today って書けばいいんですが、まあ、せっかくなんで中国語でと思ってね、我会日本今天って書いておいたんですね。そしたら、まあ、の簡単に理解してくれて、話はすごく早かったんですが、しかしですね、あの最初ものすごい勢いで中国語で話しかけられるということになりまして、でも何言ってんだこの人はと思ったらね、あなたは中国語喋れるわけじゃないんですね、入国審査の人に言われました。調子に乗ると良くないと思います。漢字の乱用はやめようと思います。非常口じゃなくて安全出口って書くんですね。多分意味は同じだと思うんですが、こっちの方がねちょっと信頼感があって優しい感じがします。中国人の人たちが列をなして、みんな大騒ぎ、いや大騒ぎというか全然いいんですけど、やっぱりそれだけ中国の人たちはあれなんですね、エネルギーがあります。日本にいる中国人の人もね結構、まあ、あの大騒ぎしがちですけど、それはまあ文化なんでね全然いいんですが、中国に来るとねなおなんかその本領発揮したような感じがして、ものすごい賑やかさです。いや全然いいんですよ。上海に関しては気候は日本と同じような感じがします。でも日本よりもねそんなしけってなくていいですね。おお、なんか向こうでもまた大声出してるな。おまわりさんが結構いろんなところにいるイメージがあります。まあ、おまわりさんあんま映さない方がいいかなと思って撮ってないんですが、なんかこう人手が多いですね。入国審査のところとかもそうでしたけれど、人がいっぱいいるってのは頼もしいですよ。私が LINE やりながら運転してるみたいですけど、これはね長江なんだそうです。なるほど、なんかちょっと泥っぽいなと思った。そういうことか。メーターの料金で行ってくださいっていうのはねちゃんと言わなかったんで、最初あわやぼったくられそうになりましたけど、でも一緒にいる方がね教えてくださって、あのメーターでと言って、ちゃんとメーターでやるものになりました。まあ、やっぱそうじゃないと観光客相手には高い金額でお金取ろうってするのやっぱあるんですよね。知らないとついついねうっかり、まあ、中国って物価が安いですから、なんかいくらでもいいかなという感覚になってしまうんですけど、まあ、あんまりそういうのって日本人が舐められる原因になって悪いのかなという気もします。でもこの運転手さんはちゃんとメーターで行ってと言ったらメーターで行ってくれました。道はなんかアジア特有の埃っぽさがありますけど、でもかなりよく整備されています。自動車、それから自転車、まあ、そういったものもいっぱいあってね、日本よりもみんなが活発に移動してるなという感じもします。止まっている自動車はヒュンダイ、ウェイっていうのはなんだろうな、まあ、あとはベンツとかフォルクスワーゲンみたいなものが多く、日本車はそれほど目立ちません。トヨタはようやくここに一つ止まってたけど、そんなに多くはないですね。ヨーロッパなんか行くとトヨタばっかりなんですが、すごいすごい、なんか中国らしいなこういうの。右側通行なんですね。また自動車多く走る、なんていうんですかね、こう、まあ、車道がかなり充実しているのか、これは路上駐車をやるためのパーキングみたいですけど、車もいっぱいあるし綺麗だし、こんなになんか思っていたようなめちゃくちゃな感じとは違います。これはちょっと中国の人に謝らないといけません。これから向かう新幹線の駅までは少し離れておりまして、高速道路で1時間の距離だそうです。相当タクシー代がかかるんじゃないかって、まあ、そんな気もするんですけれど、多分中国の中では移動にかかるお金は高い方なんじゃないかとは思いますが、それでも、まあ、今乗り始めて10分経ってメーターを見ると15分は経ってないと思うんですけど、24元、1元がだいたい15円ぐらいということなんで、まあ、300円ちょっとですよね。中国のタクシーはやはりとても安いようで、割と気軽に乗ることができます。まあ、その分やっぱり安いですからね、値段に無頓着になってぼったくられるという機会は多いのかもしれません。また運転も割と丁寧でね、そんなにめちゃくちゃなスピードを出して走ったりとか、とんでもない割り込みで、まあ、日本よりはちょっとこう、荒っぽさが目立つ時もあるかなって感じですけど、多分名古屋の運転とかなんかそれに近いところがあるんじゃないかな、まあ、でもそのぐらいだと思います。これは地下鉄です。まあ、地下鉄でも地上を走ることってあるじゃないですか。まあ、それこそ今言った名古屋の東山線だって地上を走ってる区間はあるし、私の生まれた東京の板橋のね、あの三田線だって地上走ってますから、まあ多分それと同じ乗りなんだろうと思います。あっちは旧型車なのかな、奥から新型っぽいのが来ましたけど、4つドアかな、 4両か5両か6両か、そんぐらい繋いでいたようです。
地下鉄よりもこのタクシーで高速で行った方が圧倒的に早いみたいですが、あっちも性能は悪くなさそうです。ただ渋滞してきたな。ここは分岐の部分なんですね。これ右に行くとフードン空港っていうのかな、多分そうだと思うんですけど、帰りに利用する空港の方面に分岐があります。空港までも結構遠いようです。高速道路の脇にもね、歩道とそれから自転車の走行帯があって、まあ多分あれは別に高速を走ってるわけじゃないんでしょうけれど、バイクみたいなのがある。あれは何ですか、まああれは本当のバイクなのかな、ちょっとわからないんですけど、あの電動自転車の本当に電動で走るやつ、もう全くアシストではなく完全に電気で動くものが中国はどうも歩道みたいなところも走れるようで、さっきねあんな感じで横断歩道あのバイクが走ってたりとかそういうのありましたんでね、不思議なことですけれど電気バイクというそうで、なかなか注意していないと危ないそうです。いっぱい走ってるな。こんな感じの漢字のスローガン、まあ、スローガンじゃなくて多分看板なんでしょうけど、そういうものが掲げられているのがよく目につきます。日本ではまあこう普通に看板みたいなものに印刷をされたものを見ることが多いと思うんですが、中国はどちらかというとこういう文字をダイレクトに掲示するやり方が主流みたいでね、結構これ印象に残りますけど、中華人民共和国万歳万歳万万歳って書いてあるあの天安門の、それをイメージしますね。さっき運転手さんが LINE をやってると言いましたが、多分 LINE をやってるわけではなくてタクシー無線みたいなものを LINE を使ってやっているんだと思います。割と安全運転をしようという多分意思はあるものと思いまして、手元にあるあのイヤホンを使って片耳だけつけてですね、それで音声によってメッセージのやり取りをしている、どこはとても人が多いとかそんな話をどうも LINE でしているようです。あのまあ LINE と言ってるんですが、あの LINE みたいなやつでして、あの中国ではそれをウェイシンと呼んだそうです。あの YouTube もビリビリ動画だっけ、なんか私の動画もねビリビリ動画に大量に無断転載されてるんですけど、あの、まあ、そういうなんかこう中国版の、日本とかであの世界で普及しているようなやつがやっぱり中国にも同じサービスであるようです。文化とか人のなりとか全然違うと言いますけれど、でも見てるとさっきもね看板でラッパのマークがバッテンがして、多分ここは人がいっぱいいるから警笛とかそういうのを鳴らすなっていう意味の看板なんじゃないかなと思うんですけどね、そういう考えとかも普通にあるようだし、まあ、意外と思っていたほど全然違うようなところではないなというのが全般的な感想です。まあでもこれからきっといろいろ常識を覆されることがいっぱい起こるだろうとは思ってるんですが、ここにある家にはベランダがないようで、その代わり外に思いっきりバーを伸ばしてそこに洗濯物をぶら下げています。結構落っこちそうだなって感じなんですけど、まあ多分あの人たちにとっては慣れているからどうも思わないんでしょうね。あの左3文字で IKEA なんですかね、それとも左の2つなのか分かりませんが、ああいう広告の貼り方とかね日本と似てますけれど、あら円って書いてあるな、日本円だな、円マークがなんで書いてあるんだろう。あれは元です。あ、元なんですか。日本円の円マークとそれから中国での O、急ブレーキですね、あの中国の元マークとそれを同じ Y に2本線を引くんだそうです。なるほどね、確かにあんな家具が2499円だったらちょっと安すぎるもんな。3万5000円と考えればまあ確かに4万5000円かな、納得かもしれません。上海は渋滞がひどいそうです。ずっとかなり先まで車がびっちり詰めています。でもなんかこの先でピカピカ光ってるものがあって、それは合流なのか、合流とか分岐なのか、なんか事故が何かあったのか、それともただ光るだけの車なんですかね。なんか煙突みたいなやつに独立自主自立って書いてありましたけど、まあ、分かりませんが、もしかしてあれかな、あのなんか社会主義国家のスローガンみたいなやつなのかなとちょっと勝手に思うんですが、まあ、そういうねスローガン的なものを見られたらいいなと思うんですけど、結構割とみんなこれも一流工程、なんかうちの会社はすごいですよみたいなこと言ってるようですが、まあ商業的な広告は目立ちますけど、いわゆる共産国的なあのレーニン像みたいなものはもう全く普通にこうやって通っている限りでは見ることができません。まあどっかにはそういうのはあるでしょうけどね、むしろかなり商業的な面が目立って資本主義社会が入ってきているのかなという気がします。タクシーに乗って目的地が近づきました。これ上海南中って書いてありますけど、上海南駅という意味で、これから先は新幹線、昔日本で走っていた、いや今も走ってるわ、E2系新幹線、有名になりましたよね、
中国で新幹線が開業して中国独自の技術と言っていたんだけれども、数日後1週間なんかそんなすごい短い間だったと思うんですが、すぐに落雷が原因として転落事故、脱線転落をして地面に埋めてしまったとか、おすごいな、全然関係ないですけど自転車を改装してるな、あんな曲芸ができるんですね、初めて見ましたよ。駅が近づいてきて車両工場みたいなのも見えます。そろそろ降りるわけですが、まあ、一応この最初にこのタクシーがなんかぼったくられかけたみたいなことを言いましたけれど、それは実際どうなったのかわからないということも、まあ、この運転手さん私が何言ってるのか全然わかんないと思いますけど、名誉のために言っておこうと思います。この会社はね結構一応しっかりとしたところなんだそうで、確かに会社の認定のなんだ免許じゃないですけどありますよね、日本でもタクシーのドライバーこの運転手は誰と誰ぞですみたいな、そういうものを掲げてまして、まあ、そこに掲げられている写真はねこの運転手さんと全然違う顔写真の、ね、なんこれ違う人じゃないかと思ったら大昔に撮った若い時の写真がそのままになってるみたいですけどね、面白いんで写したいですがそれはやめとこうと思いますけど、まあ、ともかくこの会社は多分最初からメーターでやってくれていたとは思うんですが、まあ、それでも一応、運転手さんと最初にメーターでお願いしますと言っておくようにすれば、まあ、トラブルはない、まあ、大体そんなノリだったようです。着きました。これが上海南駅、上海南駅、ここから中国の新幹線に乗り換えです。中国人民元です。毛沢東主席1893年まで76年に没したと書いてあります。これはつまり、まあ、あんまりここで出さない方がいいのかもしれないですけど、1000じゃない 100×15 なんで、1枚で1500円を5枚かな、500円下ろしました、まあ、だから12500円かな、これで相当中国の中ではいろいろできます。タクシーがここまで1時間ほどかかり高速道路に乗るような長距離で174元でした。だからつまり3000円もかかっていないということですよね。今日民主、文明、和解というのかな、法治、友善、上進、培う、和む、実践する、行く社会主義の革新、価値観と書いてあります。精神文明建設委員会、多分 AC みたいなやつは政府広告ってやつかな、それがずらっと並んでますね。ここは地下鉄です。スイカみたいなやつで乗るのと、それから切符を買うのとなんですよね。自動販売機があんまりうまく機能しなくて切符を買うのは少し苦労しました。でも乗り方は簡単です。賢い者は順番を守る、なんかこうわかんない礼節を知れみたいな感じですかね。結構そういうモラル、マナー の, 啓発みたいなのが非常に目立ちます。さっきタクシーでもご覧に入れましたけどね、流線型の車体の地下鉄です。車内には吊り革が多く座席はちょっと硬そうだな、東南アジアの地下鉄に似ています。大型の車両です。電車のモーターの音も結構大きくて、車内では音楽をかけてる人もいるし、あれは誰がかけてるのかな、そんなちっちゃい子がかけてって感じじゃないですけどねなかなか中国らしい面白い地下鉄です。でも誰も気にしてません、これで正解なわけですね。今トイレに行ったんですけど、トイレはね、トイレットペーパーってなんか外で売ってるらしいんですね。出たところであれトイレットペーパー売るやつですよと教わったんですが、しかもなんかコインかなんかじゃないと買えないとかで、日本からあらかじめ持ってきた方がいいでしょうね。そうじゃないといざという時かなり辛い思いをすることになりますよ。韓国もそうでしたけど、ファミリーマートが海外出店してるんですよね。これどういう意味なんでしょうね。善意って書いてありますが、ファミリーマートと何か関係するのかな。ファミリーみたいな意味もなくはなさそうですけど、ここの隙間から買うことができるそうです。空港行き、リニアの駅に来たんでこれで終わりにしようと思いますが、最後にね、これタピオカドリンクを買いました。なんか結構美味しいらしいです。氷入りのアイスタピオカ10元です。10元というのはつまり、これはなんだっけ、150円でこんなんなんですね。これ高い方だということですから、すごいですね。物価が安くて、お金持ちになった気分を味わえますが、少なくとも都市部はこんな感じ、立派な先進国です。都市部はね、地方は分かりません。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。これはなんかあれですね、多分ライムみたいなのが浮かんでんだな。ピューピュー、鳥があんなに、あれはペットなのか食材なのか、ちょっとあー微妙なところですね、あれは惰性で紹介してますが、これは牛肉麺、うん、美味しそうですね。宮城県の白石の名産のウーメンに似ていると思います。ラーメンとはまた違った感じね。ちょっとだけラー油が入っているけれど、多分そんなに辛くはないんじゃないかな。私でも食べられそうです。